皆さんどうもいつもご視聴ありがとうございます。サックス奏者の安武です。今日は情報解禁の緊急告知動画ということで2つあります。1つは来月11月の11日1111ポッキーの日またはベースの日、この11月の11日に目黒はブルースアレージャパンさんでコンサート開催いたします。でなんと今回素晴らしい自分のお兄さん的なベーシストであり自分のコンサートでもサポートしてくれてます、この日本でも音楽シーンのトップでこのベースで貢献してくれているベーシスト滝本健志くんと今回は2人の名義で初の2人名義でコンサート目黒ブルースアレジャパンで開催いたします。でこのコンセプトなんですけど、健志くんと話している中で自分たちの師匠であるロン・ブラウンさん、今闘病中でサックスを吹くことができません、今ロスにいるロンさんへ応援の思いを込めてコンサートやろうということでこの公演タイトルがザ・ゴスペル・トゥルースとなっています。ロンさんの代表曲の中にこのザ・ゴスペル・トゥルースという曲があって今回このタイトルにしようと思って決定しました。こちらチラシ出ますかね。もう素敵なチラシをなんとロン・ブラウンさんの作品を手掛けたデザイナーさん、僕も大好きで自分もお世話になっているデザイナーさんが2種類今回こちらのチラシを作ってくださいました。本当にありがとうございます。素敵なチラシです。そしてですね皆さん、今回このコンサートをサポートして支えてくださる素晴らしいミュージシャンの方々は、ギタリストはファンタスティックネグリートのギターでなんと2度のグラミー賞受賞のギタリストマサ・コハマさん、そしてドラマーは T スクエアのドラマーでありドリカムのドラムを叩いたりリトグリの現在ツアー中のバンちゃんこと坂東聡さん、そしてキーボードは久保田俊信さんやワンオクロックのキーボードで引っ張りだこのガクちゃんことガクジさんが今回なんと奇跡的に集まって共演してくださいます。でこちら今回コロナ感染予防対策もしっかりと厳重にしてくださって、人数制限もあって、もうだいぶ結構ですね席が埋まってきているみたいなので、ね、ぜひ目黒ブルースアレージャパンさんのホームページの概要欄の方、こちらリンクに貼っておりますのでそちらの方からご予約ください。そして関東の皆さんお待ちしてます。そしてなんとですねこちら会場に来ることできない方々のために別会社が映像の会社が入ってくださってなんと生配信もいたします。そして後でアーカイブでも少し見れるということなんですけれども、こちら配信のチケットがなんと、2800円となっておりまして、配信のチケットも発売となりました。日本中世界中皆さんそれぞれの場所からこちらのライブを見てくれたら本当に嬉しいです。そしてぜひ僕たちの思いをこのライブを通して皆さんと共有していただけたら感謝です。そして2つ目のお知らせなんですけれども、こちらはまだ SNS でも公表しておりません。来月の11月の20日21日となんとあの皆さんも知っているコーラスグループのサーカスさんと一緒にコンサートをさせていただきます。いやもう本当にびっくりなんですけれども、今回このサーカスさんのコンサートにゲスト出演ということでこちら参加させていただきます。11月の20日が熊本県の菊池市のホール、そして21日が自分のふるさと福岡県は小郡市文化会館大ホールにてコンサート開催します。こちらもですね人数制限があるみたいなのでぜひお早めにお買い求めください。こちらは10月の25日からローソンチケットより先行発売、またはその会場にて販売になる予定ですので、こちらの詳細も概要欄の方に書いておきますので、そちらで確認の方よろしくお願いいたします。もしかするとあの名曲、もしかするとあのサーカスさんの名曲もコラボさせていただけるかもしれません。この夢の共演、本当になんかこの共演が夢のようですけれども、皆さん来月はいろいろと満載ですけれどもこちらを見に来てくれたら嬉しいです。はい、ということで情報解禁緊急告知を2つ皆さんにお知らせさせていただきました。皆さんとまたコンサート会場でお会いできるのを楽しみにしております。皆さんを心よりお待ちしております。なんかねもう寒くなりましたので風邪ひかないようにお体に気をつけてください。
皆さんの健康を祈ってます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またこの YouTube チャンネル、皆さんチャンネル登録くださると励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。